もう何も心配ないって、マイメラがお城に報告しに行くんだって。そのついでに。うわー、楽しそう。行く行く。報告が終わったら、みんなでお花畑で食べるんだって。マイメロ、たくさんお弁当作ってるんだよ。みんなでニコニコ、お弁当、パクリンコ。ピクニック気分かい。マナも行ったよね。いや、うちは。行こうよ、行こうよ。ジュンはいいのか？もちろんよ。それよりさ、ウタちゃん、ん？カケルの告白の返事まだなの？カケルってばずっと待って。あ、ごめんね、まだ。いいんだ、いいんだって。いつでもいいって言ったわ。なんや、ウタの小暮に負けんくらい時間かかりそうやな。あ、そうや、小暮、陸上のコーチから伝言頼まれとったんや。ええ加減練習せんとタイム落ちるって。やべ、最近純のことで忙しくて。イエーイ、今日こそクローンプをゲットするのだ。イエーイ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 。なんだ純、その格好ステージ衣装か。先生に怒られるぞ。ヘイモリリン、固いこと言ってるとモテないぜ。モリリン、カーノリン、あんな男振って振ってシェイキング。俺様とランデブーどう？キャー、カモ、いざ俺様のホットなチュー。いやー、助けて森内くん。チュッてめえ。充電させていたなんて鬱陶しい。僕は十分お前に怒っているんだよ。